キャロル・ベイカー、ベビードールは1956年制作のアメリカ映画である。日本での題名はベビードール。第29回アカデミー賞では主演女優賞、助演女優賞など4部門にノミネートされた。第29回ゴールデングローブ賞では監督賞にノミネートされ、同賞を受賞した。エリアカザン監督が欲望という名の連車に続いて再び、 テネシー・ウィリアムズの作品、27はゲンス、フル・オブ・コットンを映画化、ウィリアムズも脚本に参加した。ミシシッピ州を舞台に、当時タブーに近かった、幼妻、ベビードールをめぐる愛欲を描いた、問題作。主演のキャロル・ベーカーは、当時すでに25歳であったが、動顔だったこともあり、10代の妻を見事に、演じきっている。また、イーライ・ウォラックの、映画デビュー作でもある。 日本では2006年5月12日にテネシー・ウィリアムズ・フィルム・コレクション DVD ボックス内の一つとして DVD が発売予定と告知されていたが実際は本作の収録はなかった以降長らくソフト化されたことはなかったが2017年12月11日に株式会社ディスクロードの復刻シネマ・ライブラリーから DVD が発売されたありがとうございます